はい、えー、こんにちは、ジミーです。今回のテーマはですね、教養を身につける本当の意味と方法。社会人になってからでも始めるべき理由です。えー、よくですね、教養のある人などという言い方を聞きます。えー、大学では専攻する専門分野の他に、一般教養の単位を取得する必要があります。まあ、若干気高い響きがある言葉なんですけども、日本語では単なる知識とは使い分けているようです。まあ、辞書の解釈っていうのを一部抜粋すると、人間がその素質を精神的、全人的に開花発展させるために学び、養う、 学問や芸術などというような定義があるようですまあ難しい表現ですけども人として成長するための知識や芸術ということになるかと思いますこれからですねそんな教養が自分の人生を制する上で大変重要になるということについてお話をしますこのような流れになっていますはい早速行きましょう一つ目ですね教養を身につける本当の意味はということでこの2つをお話をします一つ目人生に役立つ教養という話です 今つまり、教養を身につけた方がいいけれど、社会で役に立つものではないという認識を持っている人が多いんじゃないかなというふうに思います。しかし、実際にはですね、仕事で役に立つかどうかというレベルではなくて、自分の人生を歩むのに役に立つものというふうに言えます。教養があった方がかっこいいとか、頭がよく見えそうだとか、そういった次元のものではありませんね。自分の人生を考えるときっていうのは、いろいろなことに思考を巡らすはずです。どうしたらお金を頼 たくくさんん稼ぐことととができるののかか、かか、今後どなな社会になっていくのかとか自分ができる社会貢献とは何か自分の目指すべき人格とはどんなものか今社会に必要なものは何かとかですね自分の人生の岐路に立った時にはほとんどの人がこういうことを考えるというふうに思います。 まこれらを考えるときに教養が大変役に立つんですけども、まあ、漠然としているので、二つほど例を挙げて示します。まずは、無限の可能性があるということを話したいので、極端かつ大きく飛びますけども、後半で分野に的を絞って解説しますので、呆れずにお付き合いください。ということで、一つ目の例えですね。お金や世の中のことです。ほぼすべての人に関係があるのが、お金ですとか社会システムに関することですよね。お金に関すること、今後の世の中のことなどを考えるのであれば、政治や金融、経済、会計の知識っていうのは必要になってきます。まあ、なくてももちろん 考えることは可能なんですけども、えー、思考のスケールも幅も、えー、その方面の強要があるのとないのでは大きな差が出ます。まあ何も知らないと、ね、世の中何か間違ってるというしかないわけですね。えー、実際に、えー、多くの企業や国家では人の無知につけ込んで、えー、方針ですとか政策を通すことも多々あるわけですね。えー、株価が上がれば、えー、企業が儲かって、その雫が滴たり落ちるようにして、えー、社会全体がよくなりますよというふうに言われれば、ああ、そうなのかというふうに思ってしまうわけです。またですね、絶対に儲かりますよという投資に飛びつきやすくなってしまうということもあるかもしれません。まあこれはですね、 政治や経済方面の教養ががあってて初めて自分でで考えるることができるようになります、まあ、そういう意欲が湧くと言った方がいいかもしれません。で、もう一つの例はですね、例えば、まあ、社会貢献や自分の人格なんかを考えるときですね、社会貢献ですとか自分の目指すべき人格などについて考えるのであれば、過去に活躍した人の歴史ですとか思想はもちろん、もっと広範囲の物事が関係してきます。はっきり言ってですね、何が繋がっていて役に立つかっていうのも想像できないほどなんですね。これ逆に言ってしまえば、全く関係ないと、 思っていたことが役に立つということが起こるということです、えー、事実ですねそう振り返っている成功者の方っていうのは結構多くいるわけですね あと、芸術的な素養がある人っていうのは感性ですとか発想力が優れているっていう風に言われてますし、えー、作動ですとか過動の精神が、えー、思考や発想に影響を及ぼすかもしれないという人もいるわけですね。まあ、極端な話ですけども、えー、宇宙の仕組みのことから自分のあり方を考えることができるわけですね、えー。単に宇宙は広いという知識しかない人よりも、お地球と太陽系、銀河系の大きさですとか、えー、物質の生成、発展などを思い描きながら考えた方がですね、より強烈に人間の小ささを感じることができるということもあるかもしれません。まあ、私の知人なんかは ですね、えー。あらゆる人の行動を数学で考えていろいろな式を、えー、数式を書き始める人もいましたけどもまあ、全然理解は不能でしたけどもそういう,う何かしらの考えに基づいている人もいるわけですね、えー、ここでのポイントです、えー、教養というのは自分の生き方を考える上で有効な手段にも力にもなるということ多く持っていると思わぬところでつながって化学反応のように連鎖して思考を形成するつまり人生の進むべき選択肢をもたらすということです、えー、で、えー、教養を身につける本当の意味、えー、2つ目の項目に行きます、えー、変化をもたらすには教養が必要と いう話をします。変化に対応することが大事だとか、イノベーションを推進しようというふうに言われたことはですね、今の時代であれば誰にでもあることだと思います。重要であることに間違いはありません。まあ、新しいことに挑戦するとき、今の社会や組織に変革をもたらしたいとき、ひらめきや想像力を引き出すのにはですね、強要が必要になってきます。そういったイノベーションとかのスタートというのはまずですね、常識現状を疑うことですよね。ただ常識を疑うと言っても、世の中には数えきれないほどの常識があるので、ほとんどの常識についてですね、いちいち疑って ってはいられないわけですよね本当に挨拶は必要なのかとかですね考え始めたらキリがありません全てを疑って実証主義的に検証するというのは不可能です そこで、疑うべき常識っていうのを判別する必要があるわけなんですけども、それを可能にするのが教養です。最初の定義でもありましたけども、教養にはその精神性みたいなものが必ず内在されているわけですね。それが物事を図るための物差しとなって、疑うべき常識っていうのを発見するのに役立ちます。まあそういう意味ではですね、教養が人格を作る上で大きな影響を及ぼすというふうに考えるべきでしょう。まあ挨拶が必要なのかという考えにはおそらく至りません。福沢諭吉はですね、伝統のみを理由にありがたる風習ですとか、常識っていうのに疑問を持って ましたけども、まあこれは言わずもがらですね、多くの学問を幼い頃から学んでいた結果ですね、旧式を疑い、実証主義的な視点に立って自ら確かめて、新たな考え方を自分の中に宿してですね、また強くしていくことができたというふうに言えます。そして学問で身を立てることを国民に促して、思想面で近代化をリードする存在になったわけですね。ここでのポイントです。変化を起こすには常識を疑うことから始まる。常識を疑う視点というのは教養がもたらすということ。そして教養が人格形成に大きな影響を及ぼすと ということですで次ですね大きい項目の2つ目に行きますえ何から始めればいいのかということでこちらの4つについてお話をします まずは一つ目、教養の身につけ方とはという話をします。まあ、何よりもまずですね、本を読むことですね。後にも触れますけども、自分の興味関心がある分野、まあ、小説からとかでも構いませんので、その本から得た学びを他の人に自信を持って説明できるようにするつもりで読むことがポイントですね。他人に説明できるというレベルになって初めて自分の教養になったというふうに思うべきでしょう。まあ、いきなりですね、教室に通ったりですとか、専門書を探したり、資格を取ったりという必要はありません。まあ、入門書のようなもので十分ですね、それを読むだけでも全然 違いま,すまあ例えば会社の財務状態を知るためには会計が必要だ会計の基本といえば簿記だ簿記の本を買おうとそんな必要はありません時間がかかりますしまず続きません、まあ、まずはですね入門書決算書の読み方みたいな本で十分ですね思想や哲学が人格を作る上で重要だからということでまずニーチを読もうとこれもまず続きませんさまざまな哲学者の考え方をかいつまんで本当に簡潔に説明してくれているような本をまずは探して読んでみることから始めた方がですね無理がないわけですねなおですね美術 ですとかクラシック音楽などの芸術に触れることっていうのが教養を養う上でも創造性を発揮する上でも大変有効だというふうにされてますよねまあ、私自身実践していた感覚ではないので強くお勧めすることはできませんけども今流行りのアート思考を養うにはですね芸術に触れるのはいいことらしいですで次ですね人生は人生から学ぶという話何から始めたらいいのか取っ掛かりが欲しいっていう人はですね歴史偉人の伝記思想の類がおすすめです人の生き方に直結しているからですね人生は人生から学べば良いというわけ ですね必ず自分の人生を考えるのに通じるものがあります。まあ、歴史からはですね、多くの成功、失敗の事例が詰まっているのでですね、人生の教訓になる要素がたくさんあるわけですね。多くの成功者っていうのは、歴史から学んでいます。え、伝記ですとか思想にしても、先人がさまざまな修練ですとか体験の中でですね、考えてきたことを知ることができるために、今まで考えてこなかったような重要な視点に気づくことも決して珍しくはありません。で、特定の時代や人物でですね、興味の対象がないという人や、まあ、そもそも歴史に苦手意識 ががあるるとといいいいううう人人人は対象ををを絞っった本じゃなななくててですすね数のの登場人物を扱っているよよよものを選ぶとより無理がないように思います、まあ、例えばですけども歴史上のリーダーを数人取り上げてそこから学べるポイントを解説する本などですねこれは入りやすいというふうに思います史実歴史上の事実がですね長く連なっているような本に抵抗を感じればこういう本がおすすめなわけです重要なのはですね史実を全て覚えることではなくてそこからどんな学びを得るか自分の人生と照らし合わせて どう考えるかということです史実をいくら暗記してもですねそれは知識に過ぎませんだから人の名前ですとか何年に何が起きたとかいうことはあまり重要ではありません教養とは人としての成長に繋がるものですね自分の人生に生かしてこそ意味があるということを繰り返し強調しておきますということで次3つ目ですけども自分の生き方を考えてみるという話をします、まあ、かっこよく見えそう知的に見えそうなザ教養を探そうとする必要というのはありませんもちろんですねとにかく知的に見せたいということは何より重要な人 っていうのはまあ、それでもいいのかもしれませんけども、えー、継続的に教養を身につけていくためには自分の歩みたい生き方ですとか興味関心を考えて、えー、それに近いところから始める方が無理がありません、えー、自分もこうなりたいと思うような人の本を読んでみて、えー、その人が習慣にしていることですとかやっていることなどを学んでみるというのもいいでしょうまあ、私の場合の一例ですけども、えー、例えば稲盛和夫さん、えー、そして中村天文さん瞑想仏教のようにですねこんな流れで興味関心っていうのを拡大していった、えー、ということがあります、まあ、これはですね、えー、興味関心 がうまく拡大した例で、これらのテーマについてもブログや動画で取り扱ってます。もちろんですね、途中で興味がなくなるといったものもたくさんありましたけども、まあこういうふうにですね、まずは自分がこうなりたいと思う人からヒントを得るっていう方法は意外とおすすめです。で、次、教養を身につけるのに遅いはないという話をします。まあ教養を身につけるにはですね、本当に興味関心があって意欲があるときが一番です。もちろん子供の頃に身につけた教養というのは非常に強いということに異論はありません。何でも吸収するとですから、多少やる気がなくても無理やりでもですね。 効率はいいわけですね一方ほとんどの場合大人になってからの方が教養を身につけたいという意欲や目的意識っていうのはより明確になります周辺知識ですとか経験も大人の方が多いわけですから思考量も大人になってからの方が多くなります感覚的に身につくものっていうのは子供には叶いませんけどもそれでも教養を身につけるのに遅すぎるということはありませんはい、内容は以上になります最後にまとめます教養を身につけることの意味は自分の人格を形成するのに役立つことそして自分の人生をより望ましい方 ここへととと導くための大きな力とな力ることです世の中の動きを理解したり自分なりの考え方を構築するには自分が専門に学んできたことや現在ついている仕事の知識ノウハウだけでは対応できません教養が多いほどですね世の中のさまざまなことを深く考えることが可能になります重要なのはですねそこから新たな考えに発展させることができたり他の教養と結びつけて考えたり判断できたりすることですまた変化の時代と言われている現代においてですね変化に対応することまた 自ら変革を起こすこことはは大変変重要なのは明らかですすよね変革を起こすためには現状のやり方や常識を疑うことが必要なんですけども変えるべき常識を考えたり判断したりするのは誰でもできることではありませんその力をもたらすのも多様な分野における教養があってのことなんですね教養を身につけるのに遅すぎることはありません自分の興味関心のある分野もしくは尊敬する人物や偉人の本からですね学ぶことをお勧めします仕事とは関係ない分野であっても教養っていうのは人の 人格を作る上で大きな影響を及ぼすということを認識しておくべきです。えー、最後になりますが、繰り返しですね、えー、自分の人生を生きるための教養という意義を強調したいと思います。はい、えー、以上になります。今回はこのあたりで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。